大事なことなんで2回言いましたよ。かわいそうだったら、オンチャンネル。どうもこんにちは。いまだにイベントの余韻に浸ってるデカモンチです。さて先日なんですけれども、1年ぶりにモンチチのイベントに行ってまいりました。まあその模様は前回ね、このモンジ君が、まあ、紹介しておりますんで、よかったら概要欄から見てみてください。でモンチッチの何のイベントかっていうと、まあ毎年東京駅で行われるモンチッチのバースデーイベントなんですよね。はい、私今年でね3回目のあの参加になるんですけれども、まあ本当良かったですね。やっぱりね、この東京駅のこのバースデーイベントっていうのは、このモンチッチ1年の中であるモンチッチのイベントの中でもやっぱりね一番こう盛り上がる、まあ、イベントなんですよね。まあそんなところに行ってね、私今年はゲットしてきましたよ。じゃん。はい、東京駅限定の駅長モンチッチくんとモンチッチちゃんですね。はい、今年はペアでなんとかお迎えできました。イエーイ。で一応このペア、まあ、購入に関しては私モントモさんにお願いして先にねちょっと買っといてもらったんですよ。まあそれに関してはまあいろいろちょっとお話ししたいことがあるので、まあ後ほどちょっとお話ししたいと思います。まあ早速ちょっとねこの2人紹介していきたいと思います。今年のバースデーイベント限定ちゃんはこの駅長モンチチくんとモンチチちゃんですね。でこの他にまあ、45周年っていうプリントがされたスタイをつけた子と、あとジュエリーのセットか、ジュエリーのセットになった子がまあ発売はされたんですけれども、そちらがですねマジねお値段がね超セレブだったんですよ。なんでちょっと私ちょっと予算の都合上お迎えはできなかったので、今回この2人をお迎えしました。なんで今年の限定ちゃんは駅長さんなのかっていうと、まあ、今年のモンチッチのテーマがハッピートリップモンチッチっていうことで、まあ、旅がテーマになってるんですよね。でやっぱりね旅といえば電車、電車といえば駅、駅といえば駅長じゃないですか。駅長さんですよね。というわけで、まあ、駅長スタイルの限定ちゃんなわけですね。はい。で、特徴としては、まあ、この帽子。まず帽子ですね。このクマさん。クマさんのマークが描かれた帽子。と、あとこのね、駅長さんを象徴するこのお召し物ですね。こうジャケットに、こうワイシャツですね。で、一応ね、男の子は、ここね、ここの帽子のこのラインが、こうブルーになってるんですよね。でこのブルーのねネクタイをしっかり締めてね、キリッとした感じですね。はい、続いて女の子なんですけど、女の子はまあ基本的なこうスタイルは変わらないんですけど、このねこの帽子のここのラインがねピンク色なんですよね。ピンク色、ピンクのラインが入ってますね。でこの男の子はここリボンだったんですけど、まあ、女の子はこれねピンク色の蝶ネクタイですね。で非常にね可愛らしい感じの駅長さんになってますね。後ろはまあこんな感じです。基本はまあプレミアムスタンダードの子なんで、毛並みとかもねものすごいね滑らか、もう触っててねサラッサラサラッサラですよ。ティモテですよね。ティモテですよね。本当にねもうねこうしてケアしてる感じですよね。こうね。でちなみにあの旧スタンダードタイプ、まあ、ここにモンジ君いるんですけど、モンジ君とこう触り比べるとね、プレミアムスタンダードのこの毛並みの良さがやっぱり非常に伝わってきますよね。で皆さん、ここワイシャツだと思ったでしょ。ワイシャツだと思ったでしょね、思いましたよね。ワイシャツに見えますよね。違うんですよ。これね、ワイシャツ風スタイなんですよ。ワイシャツ風スタイ。これ良くないですか？これ良くないですか？やっぱりモンチチって言えば、まあこのおしゃぶりポーズとこのスタイっていうところがあるじゃないですか。こうね、しっかりワイシャツじゃなくて、ワイシャツ風スタイにしてるあたりがもうすごいいいですよね。私もね、これお迎えして実際手に取るまで、もうね、本当にね、これね、
ワイシャツだと思ったんですよ。ワイシャツなんですけど、あの受け取ってどれどれとこう見たら、お、スタイや、これスタイじゃないかと思って、これね、すごい萌えポイントですよね。もう萌えポイントでしたね。その証拠にこうね、後ろワイシャツだったらやっぱりここね、全部着てるじゃないですか。後ろね、ほらないですからね、ここちゃんとこう紐がついててね、ここで縛ってる感じなんで、本当にワイシャツじゃなくてワイシャツ風スタイなんですよね。まあ大事なことなんでね、何回も言っちゃいましたね。本当に可愛い限定ちゃんでございます。で、今回のこの限定ちゃんなんですけれども、あの冒頭でも言ったんですけど、私あのモントモさんにちょっとお願いして、まあ、先にねちょっとね買っといてもらったんですよ。ご協力いただいたモントモさん、ありがとうございました。いや本当にね、買っといてもらってよかったなとね、代行をちょっとお願いしてみてよかったなと思いましたよ。というのは、まあ、今回のこのバースデーイベントっていうのが、まあ、1月23日から1月31日っていう、まあ、約10日間の会期だったんですよね。で、よいしょ、危ないね、危ないね、邪魔なら置くなよって思うでしょ、思うでしょ、いないと寂しいんですよ、私ね、私寂しいのね。まあ、会期がその1月23日から1月31日までで、でこの当然この限定ちゃんたちもその会期初日の1月23日から、まあ、発売開始だったわけなんですよね。で、ちょっと待てよと、ちょっと待てよと、店中こうちょっとぐる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 回ってみたんですけど、ないんすよ、どこどう見てもないんすよ、なかったんすよ。というね、というね、当日買えなかった記憶が蘇ってきたんで、まあね、ここはね、なんとかちょっとお近くのモントモさんにお願いしてね、今年は無事にペアでお迎えできましたね。で、私ね、一応ね、会期が始まって、ね、チェックしちゃうんですよね。そしたら1月23日の段階でこれですよ、これね。でさらにその翌日の1月24日にはこれですよ、これね。もうね、売るなら買うなよ、そう思いますよね。売るなら買うなよっていうか、もうそんなことのために来んなよって言いたいぐらいなんですよね。まあ、特にこっちのね、ジュエリーセットの限定ちゃんは今年45周年を記念して45体のみの本当にね、超貴重なレアな限定ちゃんだったんですよね。まあ、当日ね、こう現地でもうバースデーイベントの会場で買いたかった人がいるのに、こういう心ない人が一体ね、買っちゃったせいで貴重なね、在庫ワンセットがなくなっちゃってるんですよね。45セット中のワンセットって結構でかいっすよ。でさらにこれですよね、即決10万ってどんだけぼったくるねんっていう話なんですよね。ジュエリーセットの限定ちゃん自体が超セレブな価格だったんですけど、それでもね、こんな金額しないんですよ、こんな金額しないんですよね。大事なことなんで2回言いましたよ、ここまでしないですよ。でさらにこの私がお迎えしたこの駅長さんペアもね、はい、こちらですよね、約ね倍なんですわ。私ね、一応ね、説明欄もね読みましたよ。気になったのが、こう片方だけでもお譲りすることはできますが、かわいそうなのでなるべくペアで落札してくださいとね。かわいそうだったら売るんじゃねえとね、こんなかわいい子をなんで売りに出すねんっていうね。でさらにね、さらにちょっと読み進めていったらば、まあそもそも数量限定だったっていう限定品であること、ご自分のその手数料、交通費、それから送料も含んだ、まあもろもろの価格がこれですと言ってるにもかかわらずですよ、かかわらずですよ、下の方クイクイって言ったらしっかりね、東京都まで送料864円とかって書いてあったんですよ。虫っかり送料取ってんじゃねえかみたいなね、
もうね、本当にね、言ってることがまずそもそもおかしい。送料込みの値段のはずなのに送料取ってるみたいだね。おかしいでしょ、おかしいでしょ。まあね、この転売に関してはまあね、私やらがこうどうこう言ってもね、まあなくなるわけじゃないというのはもう本当にわかるんですけど、やっぱりねちょっとね、一文ちちファンとしてはもう本当にやっぱり悲しい現実なので、なんとかしてもらいたいなと思うんですよね。というわけで、まあ、去年もちょっと言ったんですけど、せめてね会期が、まあ、1月23日から1月31日で、その間に当然土日っていうのがあるわけで、お近くの方だったらちょっと仕事帰りによってちょっとお迎えしてから帰ろうとかいうこともできるんですけれども、私みたいなね、ど田舎に住んでる人間としてはこの土日が勝負なんですよね。この土日が勝負なんですよ。で、できれば自分で行って、行った先で、あ、どの子がいいかな、ちょっと寝癖強いなとかさ、いろいろね、この辺見ながらね、選んでね、お迎えしたいわけですよ。なので初日からこれをね、こう店頭に並べるのはいいんですけども、もうちょびっとだけこう在庫数なのか、この取扱数なのかちょっと分かんないですけど、ちょっと何かしらこう工夫をしていただいてね、遠方からファンの方も来られるこの土日に、こういう限定ちゃんをこう店頭に少しでも多くこう並べられるように工夫をね、関口さん、なんとかよろしくお願いします。はい、というわけで今回は以上です。本日もご視聴ありがとうございました。いやー、今年は良かったなー。いやー、本当にね、駅長はね、私割とプチ鉄オタでもあるんで、こういう駅長スタイルとかね、やっぱり好きなんですよね。ただちょっとこう半裸説が浮上しているので、ちょっとね、この辺ね、おズボンぐらいは履かせたいですね。